5月25日水曜日11時になりました。皆さん、こんにちは。パンサー向のフラットが終わりまして、ここからの TBS ラジオは生活を踊る。パーソナリティはジェンス。そして今日のパートナーはこんにちは。TBS アナウンサーの小倉弘子です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。小倉さん、今日は白いジャケット。ああ、はい。パンツスーツですね。そうですね。素敵。ありがとうございます。なんかまた、硬い仕事やってきたのわかるかどうしたってわかる。<laughs> あまりに違うからでもすごいなと思うのは <laughs>、はい、持ってるんだねやっぱそういう服をね一応ねさすがだねあのね半年に1回ぐらい出てくるの <laughs> このジャケット研修とかそういう時だけそう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 じゃあ春夏用に一着秋冬用に一着ぐらいあるかしら、うん、そうそう,そうでも白いジャケットお似合いよ清潔感があってありがとうございますほんと入るわそう着てよかった何をしてきたの今日は 今日はねちょっと学生の皆さんと接したり私それこないだ見たあなたがカルガモみたいに後ろに学生連れてスーって車内を歩いてるの見た親鳥だったわ新入社員の皆さんに接する時もこれ会社の偉い人に会う時もこれ一着のみよく写真見ると全部一緒ってやつねあるわよあるわよお疲れ様でしたいやいやいや一仕事してから来たんですねそうですそうですいや今日ももう24.5度ですから夏日必死ですよ 暑そうだなーね、でもちょっと気持ちいいけどねあの湿気がそんなにそうなの57%ぐらいだとまだムシムシとは言わないから、うん、しのげるよね気持ちいいわよだただ熱中症は今から気をつけといた方がいいし、うん、汗かく練習もしといた方がいいし、うん、水もこまめに飲んだ方がいいし、うん、やることはいっぱいあるのよ私そう私ね聞いてよ何やりましたか、うん 来ましたか来たよ。私も今日、そろそろ来るなと思って、朝の時点で窓を開けて、送風をやってきました。おー、試運転試運転私たち、中年の女に一番大切なもの、試運転試さないといきなりね、体壊したりするからね。そうそうそう。ということで、まあ、だんだん夏に向けて、梅雨に向けて、準備が始まってきてますけれども、まあ、生活はね、引き続き、我々がかき回して踊らせていこうと思いますので、そうですね。皆様、今日も、よろしくお願いします。